ですかね、インスタライブってみんな何のためにやってるんでしょう。17はあと10分ぐらいで戻るんじゃないですか。はい、17はあと10分ぐらいで復旧するみたいですよ。はい、あ、じゃあ17のことを知らない人たちが今見てるんですね、これ生で。あー、インスタの人たちですね、これも。あー、どうもガクトです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ガクトです。こんばんは、はじめまして。はじめましての人もいるんじゃないですか。はい、まあ多分もう今日が最初で最後のインスタライブになると思いますけども、はい、あのですね、実は17をさっきやってたんですけども、ちょっと落ちちゃったんですね。はい、それで急遽、はい、インスタに切り替えまして、はい、やってます。はい、なのでこの続きは17でやります。はい、まあ簡単ですよ。17はですね、17っていうアプリを登録してですね、はい、僕がガクトって打つと、もう僕の画面出てきますから、ピッと押すだけです。17っていうカタカナで打ってください。はい、やってみてください。あ、やってみてください。はい、あ、でもあれですね、17やっててもインスタで僕のことフォローしてない人見れないんですね、これ。かわいそうですね。まあまあでもいいですね。はい、インスタでフォローしてる人がね、まあ、見てくれればね、まあまあそれはそれでね、ありですね。はい、はい、でもあれですね、インスタって暗いですね、絵が。はい、あとなんか茶色い、はい、なんか色が茶色いですね、だいぶ。まあ、いいですね。ちょっとなんか僕は焼けてるように見えますね。この子たちもえらい黒く見えますね。はい、はい、なぜ17を始めたんでしょう。ああ、いい質問ですね。なぜでしょうね。まあコロナの期間中ということも、まあ、あったんですけどね、少しでも、まあ、自粛している人たちに何かメッセージを届けられればいいなと思って始めてみました。はい、そういう意味では17が一番いいんじゃないかということで17を使ってやってます。はい、ちょっとなんかインスタライブはあんまり僕的には好きじゃなかったのでやらなかったんですけども、まあまあたまにはね。はい、可愛いでしょう。可愛いんですよ。はい、可愛いんですよ、この子たち。はい、そうですね、今日初めての人もきっといるんでしょうね。はい、あ、今日本ではないです。僕今ケールにいます。クアラルンプールにいます。はい、クアラルンプールに住んでるので、はい、クアラルンプールからさっき17で、お届けしてたんですけども、17がちょっと距離を今ダメになっちゃったんで、はい、インスタでやってっていう声があったのでインスタに切り替えました。はい、はい、ワンちゃん可愛いですか。 ありがとうございます。ありがとうって、はい、ですね、この子はですね、この子はキャンディーって言います。はい。この子はデイジーって言います。ね。眠いの?はい。二人ともね、眠そうですね。今さっきね、大好物のね、骨あげたらですね、めちゃくちゃ喜んでですね、ちょっと食べ過ぎましてですね。はい。この子は、ですね、この子は、こっちの子はですね、チワワと、ヨークシャテリアですね。ヨークシーの
ミックスです。でこの子はチワワとプードルのミックスですね。はい、あの2人ともあんまりプードルは強くない、あのプードルというかチワワが強いんですよ。はい、何歳か、この子はまだ1歳ちょっとですね。この子いくつですかね、3歳ぐらいですかね。はい、多分それぐらいだと思います。はい、あとあの上にまだあと他に2匹いますけどね。はい、そうなんですよ、うち の, あのこのキャンディー、はい、この子なんですけどね、あの先週ワクチン打ってきまして、ワクチンがですね、あのだいぶきつかったみたいで1週間でぐったりでした。はい、まあ、でもですね、うん、あのもうだいぶ元気になりまして、はい、もう復活してます。もう食欲もだいぶ戻りましたしね、戻ったよね、ね、見てやれ、耳動くよ、ほらほら耳動く、一緒だよ、ほらほら、何見て見てやれ、もう見て一緒だよ、何で一緒、ほら、ほら耳あるよ、ほら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 一緒だよ、キャンディー、ほら、はい、この子たちはもうあのしょっちゅう寝てます。はい、いつもずっと寝てますね。はい、ずっと寝てます。はい、もうあのご飯食べるとまたすぐ寝ますし、今ももうね寝ます。はい、もう眠そうな顔しますね。はい、この子で、この子もこっちはもう落ちてますね、半分ね。はい、あ、何のギターですか、後ろですか。あれはですね、ライブで右のギターはですね、あの赤いやつですね、あれはツアーで使ってるやつですね。はい、赤いやつはツアーで使ってるやつで、であの青い方はですね、あれ昔ロスで衝動買いしちゃったやつですね。はい、色が良かったんで思わず買ってしまいましたね。ブルーのアコースティックギターが高いんですよ、あれが。あ、びっくりするぐらい高かったですね。あの赤いのかっこいいでしょう。はい、かっこいいんですよ。まあオリジナルなんですけどね。はい、ライブ来てください。はい、あ、サングラスは取りません。はい、サングラスはね取りません。はい、ニコ生ではねサングラスはめてないんですけどね、普段ねこのサングラスをずっとつけてるんでね。はい、眠いんだ、2人とも眠いんだ。ガクズさんは親バカですか。どうでしょう、しつけは厳しいですけどね。はい、しつけは厳しいですけど愛情たっぷりですよ。ギターは何歳から弾いてましたか。ギターは16ぐらいから始めました。はい、ピアノは3つからですね。で、ピアノが3つから始めて、ドラムは11歳ぐらいから始めて、で他の楽器、金管は12歳ぐらいから全部やり始めて、木管は14歳か15歳ぐらいから全部やるようになって、で弦楽器ですね、ギターも含めてですけど、ギターとかベースとかああいうものは15、6歳ぐらいから始めてですね。はい、バイオリンはですね、実は大人になってからやったんですよ。はい、29ぐらいからバイオリンを始めました。はい、バイオリン大変でしたね、楽しかったですけど、はい、すごい大変でしたね。
なので一応楽器はね、はい、全部弾きます。弾けない楽器ないですね。まあでも一番何を奏でたらうまいかって言われたら、やっぱり女性を奏でるのが一番上手かな。はい、というわけででして、もうそろそろ、はい、17の方に戻ると思いますが、三味線、ああ三味線もねやりますよ。三味線はいつかな、三味線は三味線は28 27か8ぐらいですね、はい、やるようになりましたね。はい、これは弾きたくないって楽器ありますか？基本ないんですけど、好きなのに吹けないってなりますね。僕ね、歯が弱かったんですよ。特にね、前歯がね、金管を吹くときってマウスピースこうやって口に当てるんですけど、強く当てすぎてですね、前歯が結構ね、ぐらつくんですよね。それで吹く系の楽器ができなくなっちゃいまして、今でもまあ吹きますけど、演奏しても10分ぐらいですね。それ以上やると前歯に負担があるんで、ちょっとダメですね。はい、なんで音楽やろうと思ったんですか？なんででしょう。音楽はですね、3つからずっとやってるんですよ。で、3つからずっとやっててですね、で、ピアノも、まあ、成長期で本当に嫌いになったんですけど、19ぐらいの時にですね、自分の存在証明というかですね、自分が生きている証明を残せるものは何だろうって考えた時に、その時に持ってた技術がですね、音楽しかなかったんですよね。なので、音楽っていうものを通して自分の作品を残そう、でそれで自分が生きた証を残そうって思ったんですよ。はい、それでですね、それで音楽をやるようになりましたね。髪型は変えないんですか？変えようっていう意識的なものはないんですけど、今ね、ロックダウン中なんですよ、クアラルンプール。まあまあ、だいぶ緩和されましたけど、はい、いつも僕ね、カット日本でやってるんですよ。マレーシアで髪の毛切りに行かないんですよね。でですね、日本に今帰れないんですよ。はい、なので今はずっと伸ばしてますね。結構もうボッサボサですね。はい、でも僕ボサボサヘアが大好きなんで、はい、いいですね、好きです。おすすめの映画や本はありますか？難しい質問ですね、これ。何を目的に映画を見るかによるんですけど、恋人関係が怠慢になっているカップルが絶対に見た方がいい映画っていうのはですね、夫婦関係とかですね、恋人関係が怠慢になっている人たちは、ミスター&ミセス・スミスを見てください。はい、相手のことをね、もっと深く愛せるようになります。はい、好きなホラー映画はありません。はい、ありますん、ありません。何ですか？インスタライブ始まって20分経過しました。なるほど。まあですね、恋人がいない人、恋人がいない人、条件によるんですけどね、条件によるんですけど、恋人がいない人なんでしょう。恋人がいない人な、何がいいんでしょうね。恋人が欲しくなるような映画を見たら辛くないですか？そういうことないですか？僕はですね、映画気に入ったらもう400回ぐらい見るんですよ。はい、で最近ね、僕は常に映画を見るときはですね、英語の練習のために見るんですね。なので同じ映画ばっか見るんですよ。
でですね、エッジオブトゥモローっていう映画が僕はもうお気に入りです。はい、あとね、ワールドウォーZっていうね映画もお気に入りです。ワールドウォーZはね、ブラッド・ピット主演の映画です。はい、これももう400回ぐらい見ましたね。はい、で、The Edge of Tomorrow っていうのもトム・クルーズ主演の映画です。これも400〜500回は見てますね。はい、セリフを覚えるまで、はい、見ます。はい、大好きです。自分の曲の中で好きな曲何？そうですね、僕の作ってる楽曲ってね、全部じゃないんですけど、ずっとテーマを持ってやってるんですよ。それは何ていうテーマかっていうとですね、ジパング、どうした？大丈夫？悪い夢見た？大丈夫だよ。はい、大丈夫大丈夫。どうした？変な夢見たね。大丈夫だよ。はい、ジパングロックっていうのを追求しようと思ってやってまして、まあ要はロックってやっぱり洋物じゃないですか。なので自分がやっぱり日本人として日本の楽器や日本の音楽要素を自分の楽曲の中に入れてそれを届けたいなっていうのがあったんですよね。なのでそういうジパングロックっていうのを追求しようと思って、はい、始めました。雪月花っていう曲があるんですけど、それはね、かなり美しい曲に仕上がってますね。大好きです。ぜひ YouTube で見てください。はい、まあね、全部が全部ね、それはね無理なんですよ。すっごい難しいんですよね。やっぱりね、ロックの中に和を入れるってねダサくなるんですよ。なのでね、なかなかね、はい、うまくいくことは難しいんですけどね。雪月花好きですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。